嬉しい。ななちゃんどうもありがとう。お話し会と通称申し込みました。ありがとう。嬉しい。ごめんね、マジすっぴん。今日はマジすっぴん。まだここにこんなのができてるから。通称の前でごめんた。メッシュさんの前ありがとう。優しいね。うん。ななみんどうもありがとう。あ、たかひろ。たかたかちゃんありがとう。みんなお話し会申し込んでくれてありがとう。明日の12時、お昼の12時までです。特にオンラインの方は来てください。オンラインお話し会に来てほしい。おお、危ない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 。なんでオンライン？だって対面お話しか絶対みんな来るでしょ。絶対に来てくれるんだよ。でもオンラインってさ、やっぱみんなね来なくなるんだよ。だからオンライン来てほしい。あとは対面お話し会でいくら来てくれてももちろんめっちゃ嬉しい、超嬉しい、超嬉しいけど、オンラインで何回も話した人の方が、私はオンラインで話してて、あ、この人に直接会いたいなとか思うから。オンラインの方が二人っきりで話せる気がする。だってさ、意外に対面お話しかけて聞かれてるもんね、いろんな人から。だから結局二人っきりで話せるのってオンラインな気がする。なんかわいい、生写真発送されて機嫌いいだよ。だってすーすー、クマくれた、ありがとう。クマどうもありがとう。やっぱ対面が多い、対面通称応募したよが多い、ね、嬉しい、ありがとう。そりゃみんな直接会いたいよね。肉くっついてる。話そう。推ししか勝たん。おもろい。ワニャエモン。推ししか勝たん。ワニャしか勝たん。オンラインも行くよ。せいかちゃんはね、そうだよね。せいかちゃんはもう知ってる。せいかちゃんは来てくれてること、そのわせている。いつも、いつも話してくれてる。優しいせいかちゃん。うん。ね、ごめんね、食べながらで。もぐもぐしながら喋ってごめんな。マユピ、オンラインも追加して、マユピありがとう。うん、帰って、どうもありがとう。ツンちゃんあんまり噛まないで飲み込んでる。え、わかんない、自分で自分の食べ方見たことない。うん、ワニャ、ありがとう。愛してる。待ってね、ご飯食べたら書くからね。私も愛してるよ、ワニャ。オンラインで染めたてのさなちゃんに見せよう。え、見たい、嬉しい、楽しみに待ってるわ。オンライン、あーた、ありがとう。右側で噛む癖はあるのは知っている。うん、クーちゃんだ。ありがとう、嬉しい。
かわいい。オンラインの3211も緊張する。かわいい。これからじゃあ杏仁豆腐ちゃんを、うん、杏仁豆腐ちゃんの、そうだ、私お名前聞いたんだ、焦げ緑に染めたんだけど、さなちゃんの読むで色落ちちゃう。焦げ緑ってどんな緑？気になる。焦げ緑って何ですか？もろ緑ではなく、ずっとお話し会参加したけど申し込みの、え？簡単簡単。お話し会の申し込みマジ簡単だよ。フォーチュンミュージックに登録してメールアドレスとか、あとは、パスワード設定してそれ申し込んで、あ、もう、ね、登録してピッピッピーだよ。めっちゃ簡単。あとは決済は多分クレジットだったりとか、現金の場合はコンビニ払いなのかな、は多分金曜日までに支払わなきゃいけないんだけどっていうのがある。結構多分難い、そんな難しくないから、一回やってみて、申し込みたいって思ってくれてるんだったらやってみて、でもし難しかったらもう一回その時は聞いて、よろしく頼んだ。本当にすっぴん、マジで私の眉毛見たら分かるよ。見て、眉毛ないでしょ、すっぴんなんだ。でまつげはね、上がってるの、もともとマツパしてるから。うん、行きたいのに申し込みが分からないわ。すごく、私がやってあげようか。携帯貸してみ携帯貸してみ。はじめまして、ありがとう、嬉しい、初めてしようね。うん、嬉しい。レイ、ライブの感想を伝えたいから申し込んだ、ありがとう。応募の代行サービス、あ、皆さん携帯貸してもらっていいですか。何食べてんの？ご飯ご飯食べてます。オンラインだと1枚7秒ぐらいかな。対面お話し会も多分そんくらいなんだと思うけど、なんかめちゃ、うん、もっと短く感じちゃうかも。白米食べたいんだけどね、さすがにコンサート前なので白米は食べてません。もう夜も10時半とかだから。うん、謝る、嬉しい。通常はね、正直マジで分からない、初めてだから。お願い、行ってみたい気持ちはある。うん、嬉しい、絶対会いに来て絶対に会いに来てね、本当に。うん、メアドとパスワードとクレカ教えるの投げといてください。え、分かった。え、じゃあさ、ガチで37枚とか投げていいの？1部37枚、2部37枚とかにするよ。いいの？それでも。
顔面のレパートリーやばい。大丈夫じゃん、トプーちゃんそのままで可愛いんだから、自信持ってください。お米じゃなかったら何食べてんの。今日のお昼はスープとサラダ食べて、あとオイコスのヨーグルト食べて、今夜はこの野菜、肉野菜炒めみたいなの食べてました。お話会ってどんな感じなんですか。え、楽しい感じです。楽しい感じんだよ、サラダから。何だよな、うん、マジで最近暴飲暴食しちゃってるんだよ、やばいの。なんでいいじゃん、オンラインこちらの顔が画面に映るのが辛くて。なんでいいじゃん。サナたちの画面はやっぱりサナより、サナよりファンのみんなの方が大きいかな、画面ちょっと忘れちゃった。でも私はもうみんなのことをめっちゃ見てる。サナツの理想あると思うけど、どんなサナツも素敵だし好きだ、ありがとう。でも私も頑張って綺麗でいなきゃみたいなの頑張るよ。みんなの顔見たいんだけど、画面大きく映るのはず。え、だってそれで些細なさこととかも気づけるから。なんでみんなの顔大画面で見たいよ。なんで見たい。私は嬉しいよ、みんなの顔が大きく映し出されてめっちゃ嬉しい。だって容姿なんて関係ないよ、みんなは関係ないよ。私はさ、めっちゃシビアなこと言ったらさ、商品だから、自分が商品だからさ、あの綺麗にすっぴんじゃなくてちゃんとあのお化粧とかしてみんなの前に立たなきゃいけないけど、まあ、今日はね全然すっぴんなんですけど、あのいつもはねちゃんとお金をみんな払ってくれてるわけじゃないですか、お話し会とか時間も割いてくれてるわけじゃないですか。だから自分もそのために綺麗でいようとか可愛く見せようっていう努力をもちろんするからいいんだよ。みんなは気楽でいいんだよ、本当にもうパジャマでもいいんだから、すっぴんでもいいし、女の子はね全然スピマスクでも全然いいし、うん、全然ヒゲズレでも大丈夫ですよ。全然大丈夫。いいのよ、なんでもいいよ、本当に寝起き、あの間に合ってくれれば全然寝起きでも気にしないから。オンラインだけだもん、みんなの寝起きが見れる一部は。私は一部があるからさ、たまに寝坊しましたとかさ、いつもす、うん、ギャップ萌えだよね。いつもなんかめっちゃきっちりさ、お化粧とかしてたりとかさ、ヘアセットとかしてる男性とかもさ、いるけどさ、たまにやばい、さっき起きましたみたいな。ギャップだよ。対面お話し会とか対面握手会はそれができないからさ、もう寝坊したら終わりじゃん。でもオンラインだからペペペペペってできるから。身ぐりの時だけ部屋綺麗になります。ここだけでしょ、映るところだけでしょ。吉明ねえ、さなね、吉明のこと最近ね思い出してね、最近なんか喋ってないの。吉明どこ行ったんだろうって思ってたんだよ、ちょうどほんまに。あれ、吉明って言ってないって思ったんだよ。
画面の下は見せられないよ。わかる。下どうせみんなジャージとかパジャマでしょ。寝坊怖くてお仕事やばすぎた。あーそうだったのか、よかった。サラのことをなんかもういいやって思ってんのかと思ったわ。仕事だったの。じゃあしょうがないね。よかった。仕事や。ほんと浮気してない。仕事やばかったって浮気じゃないよね。大丈夫そう。ほんとオンラインも対面もがっつり。ありがとう。レンタルルーム、あ、みんなレンタルルームとか、あ、あれレンタルルームなのか。朝起きて一番話す人、そなつんはいい人になるね。じゃあ関野さんもそうなりなよ。ユニハル前、うわ、ユニハル、ユニバルか、ユニバル。え、今のやつ、じゃあ確認だよ。じゃあ確認だから、今のは今オンラインだけなんですか。対面もあります。今の圧なんですか。ヤッホーヤッホー。なんかね、アンナがねユニバルって言ってたよ。ごちそうさまでした、美味しかったです。ユニバルらしい。ユニバとさ春をさかけてるの。あれその串どこ行ったっけ。あれれれれれ、あったったらしいよ。私はモッピーが大好きだから、モッピーとコラボしたいよ。お願いお願い、マジでモッピー見て泣いちゃう人だから、可愛すぎて。さっきさんなんかさ全然超お腹空いて帰ってきてさ、お腹空いたって言ったら作ってるよって言って、モッピーさんな、モッピーに会いたい。もうモッピーに会ったらもう私多分大号泣しちゃうんだけど。そうピンクの子本当に大好きで、定期的に私 YouTube で調べて、なんかそのモッピーに会ったファンの人かなが載せてる YouTube をもう毎回見て、うーって気持ちになってる。モッピー、洗濯物畳んでるの、そのやつの褒めて。畳みやがれ、褒めるか、畳みやがれ。ユニバルなんだやっぱ。ほらあんなすごいね。モッピーのカチューシャって今あんのかな。オンラインでしか売ってない説みたいな聞いたな、ファンの人に。オンラインお話し会おすすめ、そうだね、なんかラストノート期間は 1,2,3 分あるんだけど、次の16枚目シングルが2部制になったから、どっちもだよね。どっちおすすめはない。今なんか今その16枚シングルからは コスプレとかそういうなんかイベントごとでなんかやるって時も、今までは3部だけとかだったんだけど、なんかもう1部2部どっちもやろうと思って、だからどっちもがいいね。分かった、どっちもがいい。この後4時からテスベージーけど一緒にするのするのにもしないよ。だって今日めっちゃ頑張ってきたんだよ、さな。マジで頑張って、もう本当に頑張って帰ってきたから絶対にやってやんない。そうモッピーの段差を登る降りるのやつも可愛いのよ。ほんとに可愛いのよあれ。苦しくなっちゃう。さなつミツカウスだったら全然できた。いや不安だよね。いやなんかその後スタッフさんに聞いて、本当にマジでってなんかやばかったみたいな聞いて、大
私も人のこと言えない気がするって感じ。ああ頑張って帰ってきてくれてありがとう。みんなも頑張って働いて帰ってきてくれてありがとう。お互いありがとう。私もみんなのために今頑張ってる。みんなもサナのために頑張ってる。ウィンウィン。みんなみんな、サナはもうあなたのために、あなたはサナのために、お互い様だね。白クマくん、間違えた、白コメくん、クマありがとうって言ったら白クマくんになっちゃった、ごめんね。クマありがとう。モンピーのどこが好きなんですか？まず身長低くて上目遣いがずるいところで、本当にずるい。あのやっぱね、シオムくんとかもそうなんだけど、あのね、生であった方がすごい、本当にやばい、本当に生で会った時の衝撃、そう、動きがめちゃめちゃ可愛くて、可愛いってなるから、ずっと笑顔なのが可愛いよね。モッピーさん、モッピーさん、モッピーとエルマはどういう関係？モッピーとエルマはね、どういう関係っていうのはね、エルマわかんないんだけど、あ、エルマだよ。エルマはね、モッピーのね、なんかモッピーの親戚みたいな感じだと思う。多分妹ではないと思うんだ、エルマね。で、クッキーモンスターともちょっと関わってるかちょっとわからないんだけど、エルマだよ。エルマだよ。本当にわからないんだ、エルモは。エルモわかんないんだ。モッピーは、モッピーはどういう、あ、関係、エルモとモッピーは友達だよ。エルモって日本語は喋れるの？今喋れてるから多分喋れるんだと思う。エルモだよ。オンラインお話し会でエルモさんに会えますか？もちろんだよ。いつも、エルモですかって言われたら、エルモだよーって言うよ。なんかさ、あ、あつき、くもありがとう。あのさ、今ね、TikTok で好きな TikTok さんの人がいて、TikTok さん。TikToker なのかわからないけど、TikTok さんがいて、あのね、ドビーとかハグリッドの日本語の吹き替え版のめっちゃ上手な人がいて、で、料理を作る人なの。この人わかるかな？なんて人かちょっと忘れちゃったんだけど、めっちゃうまいの。あとはなんかナレーターの人のもうまいの。なんかたまに日本語の吹き替えの時って、英語のなんか文字が出た時に、なんか閲覧禁止の本みたいな、閲覧禁止のとかいうナレーターさんがたまに出てくるんだけど、でめっちゃ上手。あとね、あのスネープ先生とドビーとハグリッドとナレーターの人、ナレーションの人をやってるんだけど、ドビーは悪い子、ドビーはってなんかハグリッチョって、なんかハグリッドじゃなくて、なんか、あ、ハグリッドは少し、俺はハグリッチョだよみたいな、なんかでもめっちゃ上手。スネープ先生もめっちゃ上手なの。私はスナイプです。金髪先生みたいになっちゃったけど、マジで本当に、なんて喋ったら出てくるんだろうな。ドビー料理怖っ。ドビー、あ、ドビー料理で出てくるわ。なんて、あ、トックンっていう人です。あ、トックンさんっていう人が、トックンさん、ちょっと、そう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 、みんな知ってる。そう、トックンさんマジで上手すぎて、本当に私もね、料理のなんか多分チャンネルなんだけど、もう全然料理出てこないんだよね。マジ上手すぎて、ちょっと YouTuber の方なんですけど、 YouTube もやってんだこの人。へー、ちょっと YouTube 見てみよう。お料理をねやってる人なんだけど、ガチ上手すぎてやばいの本当に。ドビーめ、ドビーは悪い子、ドビーは悪い子。ちょっとみんな見てみて、みんな知ってるのかな、もう知ってるのか、ちょっと見てみてください。本当に面白い。
ハグリッチョ。ちょっと見てみて、本当に。あ、ナルトのや、あのキャラクターもやってたんだ。最近はもう、私もね、もういつもお風呂の中、いつもね、もうハリーポッター見てる。でもなんかあのシリーズがどんどん進むにつれてちょっとシリアスになってくるじゃないですか、内容がね。なんか人が死んじゃったりとかもするから、やっぱ賢者の石とか秘密の部屋とかが一番いい、一番こう見やすい。あ、トノさんじゃん。トノさん全然会いに来てくれないじゃん。トノさんどこ行ったの？アズカバン。あ、ルーナいいですよね。最近 YouTube でよくなんかハリーポッターの設定、裏設定みたいな、裏設定とかなんかいろんな豆知識みたいなやつさ、見るのめっちゃ好きです。そう、賢者の石ね、面白いね。ハリー。好きな魔法は何ですか？好きな魔法？え、ハリーポッターの中です。ハリーポッターの中では、ハリーポッターの中では出てこないけど、この魔法がもし世の中で使えたらいいなって思うのは、例えば気分が落ち込んでたりとか、イライラしちゃったりとかしてるときに、なんだなんだなんだって自分に向けてやったら、もうポカポカポカって幸せな気持ちになれる魔法が欲しい。なんか幸せ、もう全てがもう幸せって思える。そしたら世の中みんな平和に生きていけるよ。イライラもせず、落ち込みもしなかったら、みんなみんなみんな幸せだよ。落ち込むことがあっても幸せになれって言ったら、もうさ、ポカ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 ってなるんだよ。幸せが欲しいです。でも毎日幸せだったら、なんかとっつなんか幸せがもし訪れたとしても、それがなんか幸せと思わなそうだから、普通に苦労して苦労してる方がいいのかな。でたまにの幸せがもうそれがもうすっごく嬉しいってなるんだから、普段は苦しい方がいいんだよ人生。知らんけど知らんけど。保健の先生さなつの可愛すぎて沼だった。にゃーねー。わっ、イコラブのライブに行けば魔法がにかかるんだってみんな。じゃあイコラブのライブ遊びに来てねー。ルーピン先生がくれたチョコが元気になる。欲しい、くれ。あ、パピコ、パピコタワー今日もありがとう。あ、そうだ、食べ終わったから書かないと。白は何色ありますか？見方によったら200色どころじゃなく500色あるんじゃない？ハッピーホワイト、アンハッピーホワイトみたいな。知らんけど。ユニバルでユニバのキャラとコラボするんですか？え、わかんないけど、そうじゃない？わかんない。歴代のさ、そういうそのユニバルに出てたさ方ってさ、なんかコラボしてました？
もももももっぴーとか出てくんのかな。ケセラセラタワーをくれたのは、あ、待って誰だっけ、タワーくれたの教えてくれい。教えてくれい。教えてー、タワーは誰がくれたのだ。1位と2位の方、オッケー。あ、ワニャエモンとパピコ、ありがとう。ワーニャエモン、はーい。ありがとう、ワニャ。はるか、ありがとう。はい、ワニャーエモン、ワニャーエモンタワーありがとう。いつも可愛いって言ってくれるワニャーエモンもとっても素敵だよ。今日も偉い、今日も一日乗り越えた、ワニャが偉いよ。どうもありがとう、えらみ。ワニャありがとね。どうもありがとう。はい、ありがとうございます。マジ血色ねえな、今日血色ねえな。今日はさなちゃんかわいい、えらいわ、ありがとう。でパピコ、今日もタワーありがとう。お仕事中なのかな今日も。この前お仕事頑張れた？頑張れた？今日はもううち、お、お疲れ様。サナツのおかげでめっちゃ頑張れた、よかった。はい、じゃあパピコ今日もタワーありがとう、お疲れ様。また辛い時はパワーあげるからね。ありがとうパピコ、今日もパピコ。今日もパピコタワーありがとう、また言ってね。どうもありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。でもこちらこそありがとう。どうもありがとう。どうもこんばんは、こんばんは。今日で1月が終わっちゃうよ。クマありがとう、かわいい。なにこのクマ、バブ、うえ、バブちゃんじゃん。あ、これもんちゃんがいます、ここにもんちゃんがいる。もんちゃん
そうなの、もんちゃん実はいるんだよ。今日でストリップなの。今日で1月が終わっちゃう。特典見たくなって感動した。おあら、お誕生日だの、おめでとう。楽しい2月が始まるね。そうなんだよ、2月ってさ、マジでいろんなイベントありすぎてやばいよね、本当に。今年もあと11ヶ月な、まだ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 やん、まだまだやんもう早いよね、月日は早いね、本当に。明日もしかしたらね、シャッター配信がねできるかもしれないの。いつもの11時ぐらい、朝昼の11時ぐらいにできると思うから、はい、レイクタウン行く。ありがとう、きょうちゃん。だから明日もしよかったら見て、こっそり行くけ、こっそり行くけ、すごいなまってるこっそり行くけ、ありがとう、お待ちしております。もしよかったら見てね。いつも11時ぐらいか感じで、はい、皆さんも極秘でやってください。ということで今日は終わりたいと思います。みんなありがとう。ぜひ今ね、ここにもある通りお話し会受付中なので、明日のお昼の12時まで応募やってるので、ぜひ皆さん、もう今対面お話し会、ツーショット会、オンラインお話し会、あとはオンラインサインお話し会とありますので、皆さんぜひお待ちしております。この後ツイートまだできてないので、ツイートしたいと思いますので、皆さんそこからリンク、もうね応募してくれてる人もいると思うんだけど、まだの人はぜひそこから追加などしてください。じゃあ終わります。今日もありがとう。ランキング、ワニャ、2位がパピコ、3位がアツキ、表彰台おめでとう。4位がスー、5位がユウキちゃん、6位が白米くん、7位がナナ、8位がキララ、9位がロキ、10位がヨチオ、11位がユーヤン、12位が G2、13位がアンニドフ。どうもありがとう。でタワーがくれたのがワニャー、ありがとう。そしてパピコー、どうもありがとう。じゃあ終わります。じゃあねー、じゃあねーおやすみー、また明日ね、バイバーイみんな、バイバーイ。おやすみなさーい、バイバーイ。